の皆さんおはようございます。カボさん、お疲れ様ですね。ね今日も日本は少し暑かったですよ。北海道の方では雪が降ったところもあったみたいですよ。雪が降らないところにいるといいなと思ったりもしますね。カボさんも体調に気をつけてくださいね。うん。北海道は雪ということは、低気圧はちょっとだけ南の方、あの東北の方過ぎたのかなどんな感じなんだろう。関東が暖かいときって、あの寒気が。 あの山をまだ越えられずにいることがあるんで、他が寒くても、関東は暖かいとこあるんですよ、うん。どういう原理なんだろうねっていう感じはするんですけど。まあちょっと今日は僕も体調も100%ではなくて、まあ10分の5っていう感じですかね。うん。カブさん、10月18日はフラ,フラフープの日だそうですよ。カブさんはフラフープはできますか私は苦手です。フラフープの発祥はオーストラリアだそうですよ。 そして、フラフループの世界記録は100時間回し続けたアメリカの人らそうですね。すごいですね。どういうこと ?100 時間って、えだって24時間って1日ですよね。48時間2日目。74時間って、え,えど,どういうことすごい、すごい4日ぐらい経ってますよ、これ。うん。えってことは、これ回しながら水とか食料とか食べてた感じですかね。あの、とんでもない人がいるんですね、世の中にね。 うん、フラフープはね、なんか小学校の時少しやってて、あの体育の授業中ハマって、その後なんか放課後もハマって一人でやってて、なんか少しできたような気がします確か。あ、もうめちゃくちゃ面白いですね、フラフープね。フラフープを使った体操の競技がなんかあったような気がしますよね。うん。でも今できるかちょっとわかんないですね。でもフラフープは多分健康にもいいんで、いいと思いますよ。フラダンスのフラフープっていう感じのフラダンスのフープっていう感じなんですかね。踊りがね。 カブ、うん、さん、日本で唯一のタスマリアデビルが死んだそうですよ。タスマリアデビルは鳴き声と凶暴さからデビルと呼ばれているらしいですね。絶滅危惧種だそうですよ。カブさんの言ったあの動物園にもタスマリアデビュルはいるんですかかなり凶暴らしいですよ。それと今日はチンパンジーの脱走もあったみたいです。なるほど。無事に見つかったらしいですよ。よかったですね。日本は平和な感じですね。確かに。サルも脱走するくらいですね。 タスマニアデビルって今知りましたね。いるのかなあの動物園ね、また今度行きますよ。その時タスマニアデビル探してみますね。どんな感じなのタスマニアデビルちょっと調べてみます。カ、う、ブ、んえー、さん、ベルギー大変なことになってますね。えー、警戒中なんですね。オフスタンドも危くなくなってるんですかカブ、えー、さんも家にいる方が良さそうですね。カ、え、ブ、ー、さんも十分に気をつけて巻き込まれたりしないように気をつけてください。 あのなんかそうらしかったんですが、今日ね、全然ちょっとニュースを見なくて、あのちょっと休んだりとかしてましたんで、よく分かんなかったんですけど、ブンセルの人の,の方がやばかったらしいんですよねあの。仕事とかも行けなかったりとかしてる人も多かったんですけども、うん、ちょっとあれからど,どうなったのかなっていう感じで。うん、はい、えー、マイク・バーティラさん、どうもです。カブ君、こんばんは。えー、リンボーダンスをご存知 向こうに渡した棒やひクレムキンの対するぐるぐぐお遊びですよ、えー。野球の吉田といえば、えー、元トヨタ社員で包み工場の公務部をに在籍していました。留守五輪で野球が公開競技で採用された際、野島投手と、えー、バッテリーを組んだ名捕手ですということですね。福、うん、田さんって確かメガネをかけている方でしたっけ、確かね。うん、リンンボーダンス でちょっと、くりきになるんですね。くりキきの体勢でぐぐる、ぐる、ぐぐる、ぐぐるお遊びか。どういうことなんだうん。なんか乱暴ダンスと間違いじゃないですかね。<laughs> うん、えー、ようさん、よろしくお願いします。かぶくん、こんばんは。散歩どころじゃなくて、避難え計画は立てといてね。 うん、昔、先生、布国とかえなんとか前置きだったけど今はテロも戦争も同じいきなりだから、うん、歌舞伎に何かあったら私も今も悲しいからね嫌だよね、うん、あっちもこっちも楽しくお散歩できるようになるといいですね、えー、想像もつかないけれど心配ね暖かくして早めに年齢してくださいねまた明日せばねどうもです今日ねなんと昼間 あの夕方の3時ぐらいか、ね、らなんと爆睡しちゃって、気づいたら6 0分だあったんですよね。で、その後ちょっと勉強して、ちょっとこう、いろいろフィギュアスケートを見てたら、もうこんな時間になっちゃった。22時46分。うん。っていうことなんで、今日はね、まあ、平和に家にいた感じでしたね。うん。なんで、世界情勢ちょっと分かんないまだっていう感じで。うん。オースタンドはまあ、多分大丈夫だと思うんですけどね。何があるか分かりませんからね。うん。 お互いに備えあれっていう感じで。 えー、定さんんんどうもです。こんばんは。ベルギーの首都ブリュッセルースで発生した、えー、銃撃事件の容疑者は45歳のチュニジア人であることが判明しました。うん、容疑者に関しては警察官によって撃たれて、えー、死亡をしたそうです。今のところイスラエルとハマスの武力衝突との関連を示す証拠はないとされているようですが、事件が起きたタイミングはタイミングだけに、えー、その可能性は想定をしなくてはいけないと思います。とといいううことでですすね。あの死亡したたっっていう情報入ったんですがチュニチア だったんですね、あのー、殺した人はあの殺された人はイス,ラ、えーとね、スウェーデン人ですよね、確かねで、なんかスウェーデンではコーランの旗をやったりとかして、スウェーデンに対してなんか怒りがあったみたいな話もあったんですけども、もちょっと分かりませんね。た、うんまあ、多分今回の件で暴徒化してるんだと思うんですけどね、なんとなく。うん はい、えー、ヨウさん、もうッ度です、えー。カム君、お疲れ様です。ユウのヤヤ様のお話の通り、札幌から洞爺湖に向かう中山峠は雪になりました。しかも吹雪でしたと。明日は暖かいようですから、えー、週末から本気で寒くなるようです。うん、雪虫って分かりますか、えー、白くて、えーと、お尻の辺りに白い木が生えています。雪に見えるため、 え雪虫が、えー、飛ぶと雪になると言われている虫です。札幌では大量発生して、マスクしないと、えー、耳やあ鼻や口からガンガン入ってきます、えー。これも季節の頼りになります。ちゃんと紅葉を楽しましてから冬になってほしいですね。雪虫って今知りましたね。どんな虫なんだろう。あの、北海道では、あの、時々、マイマイガっていうガがですね、めちゃくちゃ大量発生してするんですよ。 で本当に大量発生するんですね。で、これが秋口とかになって発生したりするんで、前々がのことですかね。なんだろう、あの、雪虫知らなかったです。あと、あの、雪国の地域って、あの、あのね、何だっけなえ、カマキリの卵が高いところにできた場合、そのとは大雪になるらしいですね。うん、うそういったなんかことわざとかもあったと思います。結構寒く、来週から本気で寒くなるんですね。うん、ちょっと。 ちゃんともうはい、えー、さらかいさんも言ったです。えー、最近カラオケに行ってないんで、近いうちに行きたいところです。え谷村新司さんの曲を歌いたいと思っているところですね。それと、我は海の子も歌ってみたいと思ってます。あ、本当ですか。我は海の子。なるほど。あれって、多分カラオケでは7番とかまであるんですかね。うん。 ベルギー国内における列車や、内や駅構内での各種迷惑行為は日本とは内容が異なっているそうですね。うん。ベルギーで覚醒剤などの違法薬物を浴びた状態で動作し、周囲に、 匂いを撒き散らすというような迷惑行為が多発しているのですね。ベルギーにおいても法律違反だと思うんで、警察や社内に乗務しているコントロールなどによって徹底的に取り調べ、しまるべき案件になりますね。オランダなどの周辺国には合法の国もありますが、違法な国に関しては法に取り締まりを、やはり取り締まりを行い、治安や秩序が乱れないようにしたいといけないですね。日本に関しては、 大内都市圏を中心に、社内で痴漢行為や駅構内での駅員に対する暴力行為などが発生することがあります。最近は減少傾向にあるようですが、列車チェーンや大幅な運休で起こりまくる状態がですね、一定数いて、そういう人が暴力行為などに及ぶこともあります。日本以外のテストはどこの国よりも、日本よりも遅延率が高いため、そういうことをする人は、海外のテストはまず利用できませんね。いや本当ですね。本当ですよ。 うん、あのでも日本にいたときは確かにあの電車とか電車とか乗ってるとなんか遅延とかすると,下打,ちとかする下打ちとかをしてる人いますよね。結構僕は耳にしてましたけど、うん、あの確かにそういうでも海外だかとあまりそういった怒る人は、ね、少ないですね。確かにね。うん、そうそうだからまああのねあの覚醒剤とかについてはさすがにこうセキュリティルージュっていう赤い服着た なんかこう、警察官的な人が、まあ、うろうろしてるんで、結構取り締まりはしてるんですけど、うん、はい、っていう感じかな。うん、そして、今日からジャニーズ事務所を改め、株式会社スマイルアップがスタートしました。今後、設立されることになる新しいエージェント会社の会社名の公募が開始されて、今日から今月31日まで受け付けますと。ファンクラブの会員の方であれば、 そそのでででも投票可能だそううすすとということですねなるほど、えー。会社名の公募が開始されたということですよ、皆さん。うん、どんな名前に皆さんし,したいですか次の会社名、うん。そしてサッカーの話題です。今日、世界、あえっとね、国際親善ャーリ、チュニジアと対戦しました。シャイバー2-0で、日本が代表が勝利しました、うんえー。去年の6月の対戦では、 03で敗れた相手でしたがリベンジを果たすことができましたということですねうん。そしてもう一度です4本よりテストに関するニュースです東海道山陽九州新幹線の N700S k と N700 系500系に設置されている新幹線車内の月園ルームの設置が2024年春をもって全て廃止されることが発表されました うん。喫煙ですの。っていうか、健康増進、思向の高まりを理由に配しが決定しましたということですね。これによって、日本国内において、新幹線車内においては、タバコが吸える空間はですね、全てのエリアで完全に廃されることになりますと。 うん、現在、血煙ルームとして利用使用しているペースに関しては、今後は非常用飲料水を保管するスペースとして活用し、急な悪天候などの理由で、駅と駅の間で長時間停車せざるをえない事態が発生した場合でも、迅速に増着に飲料水を提供できるような対策強化のために使用されるそうですということらしいですね。うん。 ということですね。でも、以前から、タバコを、あの、喫煙ーもあったとしても、やっぱり、あの、迷惑になったりするってことあったんでしょうかね。うん。まあ、僕はタバコを吸わないんで、まあ、ちょっと気持ちがわかんないんですが、た、まあ、多分タバコを吸ってる人って、多分まあ、ストレスもあったりとか、ちょっとこう、一服っていうことで、あの、タバコが吸えなかったりすると、ストレスが溜まったりするっていうことるあると思うんですけども、ね、大丈夫でしょうかね、あの、うん。これは、あの、結構、皆さん賛成なんでしょうかね。 うん、はい。というわけで、ちょっと、タバコを吸う人は、ちょっと、秘宝になっちゃいますけど。うん。はい。では、ニュース、これで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。